ただいまから、トップカンファレンス、トップ論文特別講演のセッションを始めたいと思います。私、座長を務めさせていただく、東京都市大学の藤原です。このセッションはですね、ホゼの、トップカンファレンス、トップ論文特別講演となっております。ソフトウェア工学基礎研究会ですね、の、トップ論文、トップカンファレンスの発表、をご講演いただくという、場になっております。本セッションではですね、2件の発表がございます。で、今年度からはですね、トップ論文も含めて発表ということに、ご発表いただくということになっておりまして、1件目の発表が IEEE TSE で、発表、に掲載された、内容をご発表いただき、2件目の方はですね、ESEC、FSE の、2021年の、場で発表された内容をご講演いただくというふうになっております。まず1件目は、広島大学の、劉先生から、ご講演をいただきます。まず、劉先生、発表のご準備をお願いいたします。画面共有をお願いします。はい。で、その間に、発表の紹介を、させていただきます。発表いただくタイトルはですね、オートマティックテストケース&テストオラクルジェネレーションベースドンファンクショナルシナリオズインフォーマルスペシフィケーション図法コンフォーマンステスティングというタイトルとなっておりまして、論文自体は、劉先生に加えて、NII の中島先生が、著者になられております。本論文は IEEE TSE の、48号、イシュー2に掲載されている内容となっております。それでは、準備ができ次第、発表をよろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、皆さんこんにちは。広島大学の劉と申します。今日はこの講演の機会いただきありがとうございます。今日 は私話すその、最初は悩んでいたのは日本語で英語で話すどちら言語を使った方がいいですか。最終的には日本語で基本的に話して、その中で英語の単語を混じって喋ることになります。タイトルとしては、その Automatic Test Case and Test Oracle Generation Based on Functional Scenarios Informal Specification。これはその日本語で言うと、要するに形式仕様の中に定義された機能シナリオに基づいて、テストケースとテストオリコの自動生成、です。この研究は国立情報学研究所の中島新先生と一緒に、やったものです。それで今日は時間が厳しいですので簡単に主なアイデアを皆さんに、ご報告いたします。まずどういう問題を解決したいと、その後にこの問題を解決する技術的なソリューションについていくつかの面で説明していきたいと。まずはどういうような問題を解決したいというと、プログラムを開発するときにまず仕様を書きまして、それで仕様によってプログラム実装しますよね。ただ実装したプログラムは仕様に対して正しいかどうか、それは検証することが必要です。そして仕様とプログラムを書くときに必ずカスタマーまたはクライアントの頭の中に考えたものと合致するわけないです。ですからその仕様とプログラムはそのカスタマーの頭の中に考えたものと同じかどうか確証することも必要ですよね。要するに verification と validation 両方が必要ですよね。できればここの verification と validation は自動的にできれば一番いいです。要するにバトンを押すことだけで自動的にテストしてくれると嬉しいですよね。ただ問題点としてはですね、そのどういうふうにそのするとこの仕様によって、その自動テストを行うことができますか。そして自動テストで
主要に定義された機能シナリオを、すべての機能シナリオをカバーできるし、そして実装されたプログラムの中のすべてのパースをカバーできますが、これが要するに使用によってテストケース生成しますけれども、生成されたテストケースでプログラムの中のすべての代表的なパースをカバーできますかと。これは問題。もちろん テストケースを生成するときに、使用の中に定義されたすべての要求をカバーすべきですよね。ですから、ここで3つのイシューが重要です。1つは自動テストの自動化。その中で、テストケースとテストオラクルの自動生成することが大事です。もう1つは、その使用によって、テストケース生成しますけれども、どういうふうに生成すると、使用に定義されたすべてのファンクショナルシナリオ、つまり機能シナリオをカバーできますか、まあ、同時に同じテストケースで、プログラムの中ですべて、その代表、まあ、すべてのパースは難しいですけど、代表的なパースをすべてカバーできますか、これは、その、要するに我々の研究で解決したい問題です。じゃあどうすればいいですか。そのここで、機能シナリオに基づくテスト、そういう手法を提案しました。まあ、ここで、この手法の中、研究の中で使っている、仕様は形式仕様です。つまり、事前条件と事後条件で表している、仕様です。その仕様に基づいて、例えば Java で実装したプログラムはあります。じゃあ、この実装されたプログラムは、この仕様に対して満たすかどうかチェックしたいですよね。まあ、チェックしながら、バグがあればバグを検出することになります。じゃあ、どういうふうにやればいいですか。まずはですね、この事前条件と事後条件で記述された形式仕様から、いくつかの機能シナリオ、ファンクショナルシナリオを導出します。この導出することは自動的に行うことができます。すでにアルゴリズムがあります。ただ、ここでファンクショナルシナリオ、一つのファンクショナルシナリオは何ですか？実際にファンクショナルシナリオは、この3つのものの論理積です。論理積、つまり事前条件。イープリ、そしてガード条件、ガード条件、そして定義条件、defining condition、この3つの、その論理積です。まあ、この論理積は、その細かい、そのレベルを見ると、やっぱり独立な機能シナリオを定義しています。どういう機能シナリオというと、その事前条件とGuard condition を入力変数、例えば X が満たせば、それでこの出力変数 Y の値をこの定義条件 DI によって定義します。まあ、これは仕様ですから、まあ、そのプログラムの中で言うと条件式のようなものです。これは一つのファンクショナルシナリオ。ただ、事前条件、事後条件から導出されたファンクショナルシナリオはもしかしたらたくさんがあります。じゃあ、そのもしプログラムがね、その仕様を正しく実装しているであれば、そのすべてのファンクショナルシナリオに対して、プログラムの中に必ずそのシナリオを実装している、正しく実装しているプログラムのパス、があります。そういうような対応関係が必ずあります。なければ正しく実装することはできません。ですから、ここでそのテストするときに、やっぱりファンクショナルシナリオに基づいてテストケースとテストオラクルを生成して、それでそのテストケースを用いてプログラムを実行させ、実行されたプログラムパースを
見つけて、そのパスの実行結果によって、先ほど導出されたテストオラクルによって、最終的にテストでバグを発見したかどうか評価します。大体そういうアイデアなんですけれども、ただ、このまとめてみると、このやり方としては、この図で表しています。まず、事前条件と事後条件で記述した形式仕様から、functional scenario form というフォームを導出します。まあ、functional scenario form は、functional scenario の論理和です。論理和。それで、これによって、そのテストケースとテストオラクルを生成します。生成されたテストケースを用いて、実装されたプログラムを実行させます。それで実行した結果を分析することによって、そのバグを発見したかどうか。もちろん、ここで分析するときに先ほど生成されたテストオラクルが必要です。まあ、この研究の、この手法の中で、この手法は今までのその自動テストの手法、たくさん提案されましたけれども、そういうような手法と比べて、一番、その、まあ、重要とか、要するに、利点、強いのところは、テストオラクルを自動的に生成できます。しかも、テストオラクルを自動的に評価することもできます。そうすると、簡単にテスト、自動化することは可能です。じゃあ、具体的に、一つのファンクショナルシナリオからどうやってテストデータを自動的に生成できますか。そこはまずテストデータ生成するの基準、クライテリアが必要です。そのクライテリアを決めて、その後は自動的に生成するアルゴリズムも必要ですよね。そのアルゴリズムも開発してきました。じゃあ、先ほど説明しましたけど、要するに、ファンクショナルシナリオは、一つのファンクショナルシナリオは、その、事前条件とガードコンディションとディファイニング。ただ、この中で、その、事前条件とガードコンディションは、その、入力変数が満たさなければいけない条件です。その、ディファイニングコンディション、その定義条件なんですけど、これは、その出力変数をどういうふうに入力変数によって定義されますかと、その定義するところです。ですから、テストケースを生成するときには、基本的には事前条件とガードコンディションの論理積によって生成します。ディファイニングコンディションは、そのテストオラクルの中に含まれています。まあ、これはその事例ですけど、時間が厳しいので、この事例をスキップします。まあ、たくさんありますので、この論文の中にありますので、もし興味があれば、論文に参考して、お願いします。まあ、ここのまずですね、テストケースを生成するときに、基準が必要ですよね。まあ、ここは、その、仕様によってテストケースを生成することになりますので、ですから、生成されたテストセット、例えば T で表す。その T が以下の条件を満たすことが必要。まず一つの条件としては、そのキャプト T の中で一つの具体的なテストケース、まあ、小文字 TC で表していますけど、TC が必ず、その、まあ、要するに、すべてのファンクショナルシナリオのテストコンディションを必ず一つのテストケース TC がこのキャプト T セットの中に、テストセットの T の中に存在しています。その TC が必ず、まあ、一つのファンクショナルシナリオのテストコンディションに出す。まあ、簡単に言うと、つまりここに並んでいるすべてのファンクショナルシナリオを一つずつ2回、少なくとも2回テストすることが必要です。なぜならというと、それは要求を反映しています。じゃあ、次のはそんなに重要じゃないですけど、もし仕様が完全に記述されてない場合は2番目の条件。
を満たすテストケースが求められます。これは何というと、事前条件を満たすテストケースなんですけど、でも、ガードコンディション、ポストコンディションの中に、事故条件の中に記述されたすべてのガードコンディションの論理はのニゲーションを満たさなければ。つまり、この以外の世界をちゃんとテストしたいと。それ3番目の条件は、やっぱり事前条件を満たさない場合はどうしますか？まあ、refinement の理論によりますと、事前条件が満たさない場合は何でもいいと、何でも合格と理解していますけれども、でも現実のそのシステムに対しては、やっぱり事前条件満たさない場合は、プログラムをどういうふうに対応することは大事ですので、少しテストすることが必要です。でも一番大事なのは4番目の条件です。つまり、以上に、説明したような方法によって生成されたテストケースで、プログラムの中に実行されたすべての代表的なプログラムパスをちゃんと網羅できますか、カバーできますか、カバーというのはエクスキュート、実行させることはできますか。これがまあ、理想的にはすべて実装させたいと思います。まあ、2番目は要するにより詳細なクライテリアですけれども、そんなに重要ではない。ここでその一つの事例説明します。これは一つの要するに電車の料金を計算するプログラムなんですけれども、入力はやっぱりそのいろんな人のステータス、要するにいろんな種類のカスタマーに対してその料金の計算式は違います。まあ、これは実装されたプログラムのフローチャートで表しています。このフローチャートによってプログラムのさまざまなパースが導出されました。ここで P1、P2、P3、3つのパースがありますけど、その中で一つの3番目のパスは実行できません。意味的には到達できないですので。それでこれはその先ほど紹介したそのテストケースの生成基準によって先ほど紹介したプログラムに生成されたテストケースです。テストセットですから、たくさんありますけれども。それで先ほど強調した要するにこの手法では一番強いところはそのテストオラクルを使用から自動的に生成することはできます。実際にこのテストオラクルはこのような論理式です。つまり生成されたテストセット T の中でもしこういうような条件を満たすテストケースが存在すれば、そのバグを発見することになります。この条件は何というと、事前条件を満たす。そしてガード条件も満たす。でも、それ、このテストケースを用いてプログラムを実行した結果は、その定義条件、つまり defining condition を満たさない。その場合は、その、まあ、理論に反するですので、要するに何の理論というと、プログラムの正しさを定義する理論に反するですので、バグが必ず存在しているという判断になります。じゃあ、ここで、その、今回のこの研究が追求している目標は、完全に自動的にテストを行うことです。ですから、テストケースを生成するときにも完全に自動的に生成したいです。じゃあ、そのために必要なアルゴリズムが必要です。そのアルゴリズムないと、まあ、できないですよね。ですから、ここでどういうふうにアルゴリズムを作成できますか？基本的には、その atomic predicate、つまり原子述語論理式、そして conjunction、述語論理式の中の論理積、
そして論理はに、用でそれぞれのテストケースを生成するアルゴリズムを紹介します。まあ、これは長いですけれども、短くて、まとめて、紹介します。まず、アントミック・プレディケイツの場合は非常に重要ですが、それは一般的に3つの方式に分けて考えています。一番目は、その X、演前詞、まあ、関係演前詞、そして、まあ、式ですよね。E です。Expression。そして、ここで、要するに、X は、まあ、ここの関係式、演前詞なんですけれども、equal とか、greater とか、less than とか、そういうような式の一つです。その中の一つなんですけど、これは、このフォーマットとしては、その、relational operator の右側は一つの変数、入力変数ですよね。左側は E は必ず constant、または constant expression。そのとにかく constant、定数をもらえる式です。2番目の式は E1、E2、E1、E2 の中に両方は変数、X1 が含まれています。それ3番目は E1、演前詞、そして E2 の場合は両方とも一つの変数だけじゃなくて、たくさんの入力変数が含まれる可能性があります。じゃあ、一番目の式に対して満たすテストケースはどういうふうに生成しますか？ここでテーブルの中でまとめてあります。まあ、非常に簡単です。要するに、例えば、relational operator は greater の、まず大きい場合は、まあ、その E、プラスデータ。まあ、データ is a kind of、その自然数。自然ゼロより大きい自然数です。そうすると、X1 は E より大きくなると。同じような考えで、他の、その、原子術語の認識を満たすテストデータを生成できます。じゃあ2番目のフォーマットの場合は E1、E2 両方とも X1 という変数を含まれていますので、この場合はまずこの式を先ほど紹介した1番目の式に変換します。変換したらその式に適用できるテストケースを自動生成できるアルゴリズムを使います。3番目の場合は E1、E2 の場合はですね、その中に変数がたくさん、入力変数なんですけれども、たくさんの変数が含まれています。この場合は、まず、ランダムで X2 から X9 まで、その、テスト、データを開けて、それで残っているのは一つの変数になりますよね。そうすると、先ほど紹介した2番目の方式になります。それで同じそのアルゴリズムを適用するとテストデータを生成できます。まあ、先ほど紹介した方法は、テストケースの生成する方法は、基本的にはその数字型の場合。でも、複合型、例えば集合型とか、列型とか、それで複合型とか、そういう場合はどうしますか？それも適切なアルゴリズムを紹介していますので、まあ、時間かかりますので、論文の中に記載されています。ご参考にお願いします。実際にこの研究の中で一番難しいのは、この論理積を満たすテストケースの生成なんです。これは難しい。まあ、プリミティブアルゴリズムであれば、まあ、Q1 を満たすテストケース生成して、生成されたテストケースを Q2 に代入して評価して、もし真であれば、成功、まあ、続けて Qn まで成功すれば、一つのこの論理積を満たすテストケースを生成しました。ただ、それは効率悪いですので、例えばこういうような論理積、3つの原子論理、術語論理式から構成された論理積ですけれども、もし最初に X プラス Y は10より大きい
を満たすテストデータを生成すれば、生成されたテストデータ、例えば X は4、Y は7、その場合は残っている2つの術語の認識を満たすことは難しい。ですからここでやっぱりその適切にそういう原子術語の認識をアレンジしなければいけない。アレンジするためにそのプレディケートディペンデンシー、つまり依存関係によってやります。つまり簡単、アイデアは簡単です。つまりこういう簡単な原子術語論理式からテストデータを生成して、例えば X は5より大きい、Y は7より小さい、生成して、その生成されたテストデータをその X プラス Y、10より大きいに代入して評価すると、合格するテストケースが生成しやすい。まあ、こういうところはたくさんありますので、アルゴリズムとか、ここもディスジャンクションは非常に簡単です。ディスジャンクション、つまり論理はを満たすテストデータ生成するときに、P1 を満たすテストデータ、プラス P2、プラス PM のテストデータになります。これは非常に簡単です。じゃあ、ここで一番そのチャレンジ、問題があります。挑戦的な問題、難しい課題があります。どういう課題というと、どういうふうに一つのファンクショナルシナリオによって生成されたテストデータは、そのファンクショナルシナリオを実装されたプログラム、すべてのプログラムパースを実行させることはできますか？これはなかなか難しいことです。じゃあ なぜですかというと、一般的にこの仕様の中に、例えば一つのファンクショナルシナリオはこういうふうに書いています。X は10より大きい、そして1000より小さいまたは等しい場合は、出力 Y は X プラス1として定義したい。じゃあこの場合は、その一つのテストデータを生成したら、プログラム実装するときに、やっぱりこのテストコンディションを詳細化します。例えば、X は10より大きい、そして X は100より小さい、または等しい場合はどうしますか？それより、それじゃない場合はどうしますか？段階的に分けて処理しています。ですから、一つのこのファンクショナルシナリオを満たすテストデータを生成すれば、もしかしたら一つのパースしか実行させることはできません。ですから、残っている実行できないパースがありますので、それは危ないです。ですから、ここでアイディア、その振動テスト、つまり振動は皆さん、電車乗ると、どこでも行くと感じますよね。でも、この中でどういう意味ですか？実際に一つの原子術語論理式、これは関係ですので、E1、R、E2、R は関係、演算子。これを満たす、そのテストデータを生成するときに、E1 式と E2 式の間に距離を作る。距離を作る。その距離を振動させる。短くなったり、大きくなったり、短くなったり、大きくなったり。まあ、どういうふうにこの振動させるのはもう一つの研究のテーマなんですけれども、一応そういうアイデアです。そういうアイデアで、例えばこの図で表している E1 の間、距離短く、大きく、短く、大きく。そういうふうに生成されたテストデータは、その先ほど紹介した、そのプログラムの中にたくさんのパースを実行させる可能性が高くなってきました。必ず保証できません。保証できません。じゃあこの方法をやっぱり自動化ですので、ツールがないと自動化は言うだけですよね。でもツールを作るのはなかなか難しい。特に大学で学生どんどん卒業してしまうので、お金が経費がないとなかなか難しいです。まあ今まで努力して2つのプロトタイプを作りました。最初のプロトタイプは簡単、今現在作っているプロトタイプはたくさんのその振動テスト
のテストデータを生成することができます。そして、受講したプログラムの結果も評価することもできます。まあ、この方法は本当に有効かどうか、やっぱり論文の中で、その評価を行います。実験を行いました。まあ、実験の対象としては、今までよく使われているドメインパーティション、その手法と、our V method。V method means、vibration、要するに振動、メソッド。その実験用の対象の対象は、universal card system。ここは、その省略を、要するに、2つの実験を行いました。1つは、その各手法の原理に、厳格に従ってテストデータを生成して行います。もう一つは、その2つの方法によって生成、テストデータ生成しますけど、必ず同じテストデータ、同じ数のテストデータを生成します。そうしないと、この方法でたくさんテストデータ生成しましたので、もちろん有効と言われましたので、こういうふうに。両方とも、その V メソッドの方が少しその優位であると。まあ、この研究はまだ終わってない。この先長いです。そのチャレンジたくさんあります。特にこういうどういうようにすると、一つのファンクショナルシナリオから生成されたテストデータを用いて、そのファンクショナルシナリオを実行されたプログラムのすべてのプログラムパースをカバーできますが、これは一番難しい、理論的な問題です。まあ、二番目は現実問題。つまり、仕様の言語とプログラムの言語違います。センタックス違います。その場合は、センタックスも違いますし、そしてプログラム実装するときに、仕様の中に定義された、操作のシグネチャー、必ずまあ、キープするわけないです。その場合は、自動的に、テストを行うときには、支障が出てきます。それはどういうふうに解消しますか？方法があります。じゃあ、コンクルージョン。まあ、我々が提案したこの方法は、今までの提案されたたくさんの方法と比べて、ユニークところは、その vibration 方法を使っています。もう一つはですね、ただこの方法を使うときに自動的にできますけど、まあ、その要求された条件としては、仕様は形式仕様です。形式仕様にならないと、自動化難しい。じゃあ、この方法は実際に一つ、形式仕様を開発プロジェクトの中に使われた方がいいです。なぜならというと、使われると、この自動化テストを行うことができます。これは魅力です。まあ、将来研究なんだけど、先ほど紹介した理論上の改善とツールの開発続けて、そして実行されたプログラムパスの正しさを自動的に証明する、Testing Based Formal Verification、TBFV 技術をさらに研究していきます。はい、そろそろ時間ですので以上です。発表以上です。よろしく、ありがとうございました。はい、リュウ先生どうもありがとうございました。それでは、次、コメント等に移らせていただきたいと思いますが、質問がある方はですね、スラックに書いていただくこともできますし、Zoom で挙手をしていただく、または会場の方はもうそのまま挙手をしていただければマイクを、学生さんが持っていきますので。質問いただければと思います。スラックの方はどうですかね。今のところありませんね。それではちょっと私の方から質問をさせていただきたいんですが、私、形式手法の方はあまり詳しくはないんですけど、先生がですね、リュウ先生が、作られてたテストツールの方を、やっぱり、テストというか、テストツールか、手法の有効性を確かめるというところが少し、個人的には気になりまして、オラクルを何と言いますか、十分に作れたかどうかみたいなのは、
論文の方ではどういうふうにして確認されてたのかなというのが、まあ、ちょっと気になったので教えていただけると、嬉しいです。そのツールの方とか。はい、ツール、この、プロトタイプのツールで多分有効性を論文の中で、論じられたと思うんですけど、このオラクルがしっかり、十分に作られたかとかの確認とかはされたのかなというか、ちょっと気になります。実際にはですね、論文の中にこのツールは簡潔に言及したと思いますが、そのツールはあまり使えない状態です。そのプロトタイプ。なぜ本当です。これはのツールはソフトウェアですので、一箇所そのスタックすると全て実行できません。ですから、そのある場合は実行する。そのファインダーです。ですから、そういうふうにツールはこの論文の主な貢献ではないので、 あくまでデモンストレーションとして、そう要するにこういう面に努力しましたただ成功してない、成功すると大変です。なるほど、分かりました。どうもありがとうございます。はい、はい、他に質問ございますでしょうか。実感はまだ、ございます。会場の方でも、あ、はい、先生お願いします。お題の林です。どうもありがとうございます。今後の課題でも、まあ、いろいろ拡張の余地があるっていうことをお話しされてたと思うんですけども、これスケーラビリティみたいな、その、はい、一般的な限界もこの最初のになる、それを改善する手立てみたいなのっていうのがどのくらいあるのかなっていうのがちょっと気にしたんですけど。はい。これはとてもいい質問です。今現在はですね、要するに完全に自動化テストを目指していますので、すべての状況では、で、その自動的にテストケースを生成して、プログラム自動的に、その実行させ、その結果を自動的に分析することはできますが、ただ今現在はですね、そのもしプログラムの中に複雑の、そのデータ構造、例えばそのベクターの中に、オブジェクト、フィールドのアトリビュートの中に、またアレイリストの中にリンクリストと、さまざまそういうような状況はなかなか難しい。そこはまだできない。それはまだできない。やっぱり、まあ、プログラムの規模、例えばその長さとか、それはあまり関係ないだと思いますが、ただその複雑なデータ構造が使われるときに非常に難しい。今現在のアルゴリズムでは、例えば、組み込みシステム、一般的にコントロールシステムですので、それは一般的に、まあ、その簡単で、まあ、複雑なのもありますけど、簡単。そういう場合は自動的にテストしたりすることは、まあ、力を発揮できると思います。どうもありがとうございます。はい、どうもありがとうございました。それでは、本発表。ゆう先生に対して拍手で終わりたいと思います。Zoom の皆さんは拍手の機能を使っていただき、会場の皆さんは拍手で、お願いいたします。ありがとうございました。